おだちこんにちは、ごまポテトです。今日もデンドムスゲーでいきたいなと思います。よろしくお願いいたします。よし、今回ですね、瞬発力上げるとどれだけドリブルが速くなるのかっていうのやっていきたいなと思います。前回の動画見ていただいた方ありがとうございました。たくさんの方に高評価と登録をねいただいたので、今週もう一本ね頑張ってあげれるようにいきたいなと思います。また登録者数もですね、現在491ということでですね、500までのカウントダウンが始まっています。まだ登録してないよという方はね、この機会にね登録しちゃいなよなんでねすいません。前回はですね、ドリブル数値でドリブルが平均的にね上がるよということが分かりましたね。で、今回は瞬発力ですね。ドリブルってある意味ですね、ボールを蹴ってダッシュ、この繰り返しになると、そう考えるとですね、まあ瞬発力を上げただけでもねスピード速くなるんじゃないのかなって、そんな気もしてきますよね。実際どうなるのかというところが気になるところでございます。前回同様ですね、1秒間60個まで測定をしていきます。また細かい測定方法が気になる方はですね、概要欄に貼っておきますので、そちらから見ていただければと思います。今回測定する選手はですね、前回同様ですね、トーマスパーティーをですね、チャラくしたトーマスパーリーをですね、また新たにゲットしまして、瞬発力だけ85まで上げてきました。ここまで上がればですね、かなり数値としては高い方なので、まあ期待できるんじゃないのかなと思います。それでは早速見ていきましょう。レディーゴー。さあ見ていただきました。ということで最高記録がですね、5秒26コマ、平均はですね5秒36.1コマとなりました。ということで、前回やった何も上げてないパーリーと比べてみると、ん、いや変わってねえじゃんおい、ふざけんなよ。この分析どんだけ時間かかったと思ってんね。トレーナー無駄じゃねえかよ。今日休みだぞ。免許の更新行けたぞ。髪も切りに行けたぞ。これから編集するんだぞ。変わらないっていう結果を知りながら編集する俺の気持ちどうしてくれんだよ。さあ、ということでですね、結果、瞬発力でドリブルスピードは変わらないということが分かりましたね。うん。まあもしかしたらね、バーストドリブルとかでやったらね、変わるかもしれないですけどもね。ひとまず通常のドリブルでは変わらないということが分かりましたね。うん。皆さんもね、よかったら参考にしてください。間違えてもドリブルスピード上げるという目的でですね、瞬発力を上げないようにしてください。あの、被害者はですね、トーマス・パーリーだけで十分ですのでね。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。皆さんこれを見てどう思いましたでしょうかね。ご意見、ご感想、クレーム等々いただければとあればいただければと思います。コメントでお待ちしております。またですね、こういう場合どうなるのかなとかね、そういったところもあれば教えていただければと思います。ということで、今日の動画ね、これで終わりたいなと思います。よかったらですね、高評価、そしてチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。で、次回はですね、今週中、まあ日曜日に上げれると、にが上げれるように頑張りますということでですね、今日の動画これで終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。